listening to 79.2 FM Nilai. 今売れています。世界が認めた技術、地球未来の超音波式除菌加湿器。決め手は抗菌力。インフルエンザ、ノロウイルス、大腸菌、黒カビなどの予防に最適。11年の実績、地球未来、超音波式除菌加湿器。定価12,900円。子育て頑張ってるお母さんたちが情報交換したり、私たちは子育て支援のボランティア活動をサポートしています。お母さん方が地域につながっていけたらいいなと思っています。町に愛を、胸に羽を、赤い羽共同募金。 IT と太陽光発電で地域づくりを応援するクレストが12時をお知らせします。河内和明と民謡を考えよう。じゃがじゃん。ジャル大正11年、はい、宇和地に宇和町で河内和明と民謡考えようのお時間がやってまいりました。皆さん寒くないですか？僕は久々の長袖をつけて、ちょっと風邪気味ですね。昨日もお薬を飲んで早く寝まして、今日に備えて、体調を整えてきましたね。うん。ではまたね、今日も、ゆるーくゆるーくやっていきたいと思います。1時間ね、はい。今日は12月4日。早いですね。もう残すところ今月いっぱいですね。うん。クリスマスは25日。木曜日になってますね。僕のお昼時間のラジオでクリスマスを過ごさ。すごい大丈夫ですかね。はいね、水曜日は24日イブなんてね、皆さんね、いろんなところに出てみてはどうでしょうか。なんかね、縁があるかもしれないですね。はい、では今日も、楽しくやっていきたいと思います。ではですね、まず僕の今週から来週にかけての、ライブ状況、いきたいと思います。今日は、歌姫さんに行きたいと思います。歌姫さんはね、泉崎ロータリー近く、西新城病院の、すぐ近く、4軒隣ぐらいなのかな、になりますね。ステージ時間は、8時オープンです。8時オープン、まあ、ライブ時間は、だいたい9時からなってますね。まあ、お客様の入り状況を見て、いつもやってます。明日金曜日、お菓子御殿。最近もうほぼ第一ステージは満席状態が続いてますね。こちらの方も、確認してから行かれた方がよろしいかもしれないですね。で、6日土曜日、パイカジさん、パイカジは本店になりますね。本店は、沖縄那覇市、新都心ですね。アメクの方になってますね。開放銀行のすぐ隣になっております。はい、お金を開放銀行で下ろしてパイカジに来てみてはどうでしょうか。はい、で7日日曜日は、歌姫さん、もう日曜日はね、ほぼ歌姫さん入ってますので、よろしくお願いします。で8日月曜日がパイカジさんで、9日火曜日パイカジさん、10日パイカジさん、11日来週の木曜日
までは、平日はパイカジさんで、お世話になっています。ラジオ聞いたよとかね、言ってもらえたらね、はい、嬉しいですね。で今日はまたね、いろいろ、CD もかけていこうと思いますが、今日はね、石垣ね、八重山、僕もね行ったことあるんですけどね、すごくねあったかいところでね、あったかいって気温じゃないですよ、心がねあったかい方々が多くて、暑い方が多いですね。そんな中でね、ちょっと僕の、好きな方2人ぐらいね、CD かけていこうと思います。僕もねこの方のね歌を聞いてね、あーすごいなんか自分のふるさとをね思い出させてくれるような、曲もあったりして、ちょっと今日かける CD にはないんですけども、僕が好きなね歌は、まあ今日はもう八重山の民謡を最初にかけていこうと思います。はい、あとはまあどうですかね、もう今月でいっぱいで終わりなんですけど、皆さんやり残したことないですかね。はい、あとね僕も今月いっぱい頑張って、今年は年男でしたのでね、お馬年、これで年バレちゃいますかね。はい、あと今年の僕も今年はいろんなことがありましたね。なんて言ったらいいですかね、録音の収録もそうですしね、いろんな方々のね、また出会いサポートがあってね、また一段とね上がったんじゃないかなと思います。うん、仕事もね、増やしていただいたりとかしてね、はい、そう、歌姫さんとかもね、そうですね、仕事をいただいてね、本当に感謝でいっぱいですね。まだゆりこさんと面と向かってまだ言ってはないんですけどね、はい、なかなか言うね時間とタイミングとなくてね、今ゆりこさんまた船の上でね、今メールさっき来たんですけども、まあ、船の上にいる、ね、大型船、超大きい船ですよ、なんて言ったかな、外国までね今ね、ライブを兼ねて行っております。いやー、まあね、そうですね、あんな船にも乗ってみたいっていうのもあるんですけども、台湾までね行くみたいでね、よりこさんはチューバーですね。はい、またねその人脈があるからね、素晴らしいですね。もっとね僕も頑張っていこうと思います。はい、じゃあね曲いきましょうかね、もう少し連絡しましょうかね。まあいつもそうなんですけども、何も決めないで、もうステージと一緒ですね、決めてしまうとうまくいかない、まあうまくいくこともあるんですけども、やっぱねその場その場のぶつけ本番がね面白くてやってます。じゃあ CD 行きましょうかね。で今日はまずこの方から行きたいと思います。かっこいいね、会ったことあるんですけど、超顔はちっちゃいんですよ。もう体は今野球やってたっていうこともあってね、がっしりしてるんですけどね、背も結構僕と一緒ぐらいだったかな。超顔はちっちゃいんですよ。はい、僕も大きい方ではないんですけどね、うん、大きいのかな、痩せないとな。はい、
なのでこの方のね、僕は歌を聴いてね、ふるさとを思い出してね、一人で何回もねお酒を飲みながら聴きましたね。まあ、代表的な歌がね、島の人よっていうね歌なんですけども、でまたねおばあちゃんの歌とかねあってね、すごいねフラッシュバックのようにね、この昔のねおばあちゃんのことをね、思い出しましたね。はい、久米島のねいるおばあちゃんね。はい、では今日はその2曲はないんですけども、石垣の代表する歌からね言ったと思いますね。電車節いきましょうね。ではお聴きください。池田卓さんで電車節。Oh.
はい、池田卓さんで電車節お届けしました。やっぱ池田卓さんはピアノをねバックで、流すのもの多い曲も多く、このね電車節も入ってまして、すごくやっぱピアノの音も合いますね。ギターとかね、琴、空調とかもね、いろいろ楽器三線に合わせてるのいっぱいあるんですけどね、ピアノもやっぱゆったりとしたなんか流れでいいですね。ピアノ僕も学校の時にやったことあるんですけどね、2個踏んじゃったしかできなかったですね。あとはもうなんかやたらとなんか意味のわからないメロディーを勝手に作って遊んでた覚えがあります。鍵盤ハーモニカとかもね、幼稚園の頃ねすごいなんかロック調に吹いてたのも幼稚園ながらちょっと思い出しましたね。まあ、それとこのピアノを一緒に比べられても困るのはあると思いますけども、じゃあね、皆さんお昼ご飯美味しいですかね。僕まだ何も食べてないんでね、最近お刺身にねハマっていてね、お刺身が、大好きで、ではもう一曲ね行きましょうかね。池田卓さんで、ね、月の会社、これも素敵な歌です。ではお聴きください。月の会社。はい、
お届けしました。池田卓さんでね、つくの会社、当たってますかね発音、月、沖縄本島では父って言うんですけどね、父、八重山ではつくって言うんですね。会社は美しさっていうことですね。はい、いっぱいピアノ合いますね。素敵ですね。じゃあね、この曲もね、八重山ではね代表的な歌ですね。トゥバラーマ、僕トゥバラーマのこの言葉、トゥバラーマ意味がわからないんですけど、どういう意味なんですかね、トゥバラーマ。誰か分かる人いないですかね。トゥバラーマ、これもね毎年、大会があって、いろんなねすごい子供から、ね、年配まで大会に出て、糸満の方でも何年かに1回あったのあるんだったかな、まあ、行ったことないんですけどもね。でね、あのすごい調弦がね高い音でね、皆さん八重山の人やって、すごくすごくね力強い歌なんですよね。なかなかまた僕は難しいですね。喉が太いっていうんですかね、鍛えられてんでしょうね、やっぱり、ね、小さい時から。じゃあトゥバラーマ、行ってみましょうかね。では、池田卓さんで、ね、トゥバラーマお聴きください。
海Thank you.
お届けしましたね、池田敦郎さんでトゥバラマ、トゥバラマいかがでしたでしょうか。やっぱね、力のあるね歌い方素晴らしいですね。僕もちょっと歌おうと思ってずっと声鳴らししてるんですけど、なかなか声が出ないし、三振落としちゃってからくり回らなくなっちゃいましたね。まあいいや、この後でこの調弦でいけるかな、この調弦でいきましょうかね。はいね、トゥバラマ、もう一つねちょっとね気になるのがあって、これは池田敦郎さんのねふるさとの歌でしょ、歌ですね、これ西表ね、西表島、あの猫ちゃんがいるところですね、西表山猫。僕も見たことはないんですけど、一回ね行ったことがあって、超広いんですよね、もうすごくあのジャングルって感じでね、またねちょっと変わった雰囲気の島で、すごくね自然がねあのまだ残っている素敵な島です。もう一回行ってみたいですね。この時日帰りだったんですけども、とりあえず行ってみようと言ってね、バーって行ってすぐ帰ってしまったのでね、その島の人たちのね、触れ合いっていうのはなかったですね。今度ねまた人との触れ合いを求めてね行こうと思い行ってみたいですね。やっぱその現地のね人たちとね、おしゃべりしてね、そういうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。思い出は残るんじゃないかな。そこでねまた友達とかもねできたらねすごく素敵なことですね。じゃあ西表くどち行ってみましょうかね、これ何番だ、はい、では西表くどちお聞きください。さてもよたかな西表やちみん方向に立ちまさてまことよたかな民ちなりおいも若きもみなそろて心競いで耕しゃる田畑もじくい満作に人を捧げてぬくるいにややのかじかじくらたててゆえぬさかじきみぐるまにすないみょうだきちくいざのんにやさくらの花盛り見てんみやかのさてみごと舞の長浜長森場丸まぼんさん舞なしょて赤咲たてすやみじらしや花にパナリに釘は渡る鬼の歌声絶え間なく横も帰るも後ろや銀河玉虹組
表くずち、またね味がありますね。僕も久米島くずち、久米島くずちってあるのかな、早く作ってみたいですね。聞いてみたいでもあるし。ではね、続いてのね、僕の、本質のね、好きな、歌者の最近引っ張りだこですね。ね、あるね、コンビニエンスストアの CM にも出ているね、この方、義母和也。うん、こっちのジャケット、こっち、最近ね、なんでしたっけ、歌番組ね、の準優勝者。僕、準優勝でよかったと思いますね、優勝よりかは。うん、優勝者は今ね、あるビールの CM 出てるのかな、うん、優勝者はね、金額が出たみたいでね、準優勝は一銭もなかったと。だけどね、準優勝の方がね、仕事は多分いっぱい回ると思うんですよね。うん、いいですよ、義母和也、最近女性からもね、ワーキャーされてるみたいで、ね、いいですね。そんなね、代表する歌、龍花の種があります。僕も一緒にね、お仕事、やらせていただいてるんですけどもね、歌姫さんのところでね、やってます。またね、縁があるのか、ね、宮沢さんのね、収録の時もたまたま義母和也くんがいてね、はいみたいになって、で今日録音するのとかもやるって言ってから、2人でねちょっと盛り上がってましたね。あれは多分一生忘れないでしょうね。もう義母和也は多分忙しいんですぐ忘れてると思うんですけどね、はい、またね飲みたいですね、一緒にね、はい。ではそんなね、オリジナルの、義母和也ね、龍花の種、行きましょうかね。ちょっと待ってくださいね、これは。よし、では行きましょう。龍花の種、歌を誰かが歌って、ありふれた言葉で飾ることなく、特別な思いを込めた。昔誰かが種まいた土に、誰かが水まいて、名前もない小さなその芽に、一つつぼみができました。咲かせましょう、咲かせましょう、咲かせましょう。時を越え、海を越え、世界中に、悲しいことも嬉しいことも、かき混ぜる龍花。色
答えられるだろうか。生まれ来る者たちの夢、去りゆく者の熱き思いを琉球の心に乗せて君で、よくあなたね、力強いですよね、やっぱりね、素敵です。では時間も残り少ないのでちゃちゃっといきたいと思います。今度はですね、ゆらりっていうね、歌があります。ではお聴きください、ゆらり。
義母和也さんでゆらりお届けました。僕も一曲いきましょうかね。時間がないので、すぐ行きたいと思いますが、僕も一曲、八重山の歌、これしかちょっとねあまり歌えないんですけども、その名も八重山、ではねお聴きください。ああよし、では、やいま。海を見れば、ふるさと思い出し、山を見ればまたふるさと思い出す。月の
浜辺で泡盛飲みながら夜の明けるまで歌ったしまうたよ。ふるさと離れてから早12年、変わるなよその長み、山の島妻よ。情け深き父に元気でいるかなと頼り書いては出せずに読み返し、母のぬくもり思い出しながら今も歌うよ。八重間の島歌よ。ふるさと離れてから早12年、変わるなよその情け、八重間の島妻よ。ふるさと慣れてから早12年、変わるなよその長み、山の島妻よ。ダメですね、全然声が出ない感じですね。はい、もっとね調子いい時にもう一回歌いたいと思います。ではね、最後にお届けします、義母和也さんね、月の会社の夜に、これでね、皆さんお別れになりますが、また来週ね、よろしくお願いします。高知和也と民謡考えよう、また来週お会いしましょう。最後は義母和也君の歌で月の会社の夜にお聴きください。
が綺麗。今夜は雲一つない、今夜も君が好き。You're listening to 79.2 FM Nilai。わんね、チャタンチョ、三宅区、ミナトンカイシロール、中村よしこんでやびん。んなし、がんじゅうし、どうがんじゅうし、われ、福井市、長市、さびらや。子育て頑張ってるお母さんたちが、情報交換したり、私たちは子育て支援のボランティア活動をサポートしています。お母さん方が地域につながっていけたらいいなと思っています。町に愛を、胸に羽を、赤い羽共同募金。